こんばんは。チーフ FX コンサルタントの吉田でございます。今夜は月例の雇用統計セミナーになります。よろしくお願いします。では最初に今日お話しする結論を言いたいと思います。ドル円ですけれども、4月に一旦108円割れ、107円台まで下がりましたけれども、基本的にはドル高円安トレンドが続いているということだと思います。ですから、下がってもせいぜい106、7円までで、そしてさらにドル高円安が続く可能性が高いんだろうなというふうに思っています。ただですね、4月の初めにつけた111円手前のこの間の高値を更新して、111円を上回っていくのも結構時間がかかる可能性はあるんじゃないかなと。例えば夏以降とか秋以降みたいな感じで、結構時間がかかる可能性があるかもしれないなと。で、それはこの間のドル円は、ドル円に限らずなんですけれども、為替相場はアメリカの金利との連動性がとても強くなっているんですけれども、そのアメリカの金利がですね、上昇が再燃するのに結構時間がかかる可能性があるんじゃないかなって、今日この後お話していきますけれども、今日の一つのハイライトですので、そうであればアメリカの金利上昇にてこずるようだと、ドル円も111円を超えていくのは少し先になる可能性がある、しばらく上げ渋る可能性もあるんじゃないかなという具合に考えています。今日は雇用統計ですけれども、この後発表されますけれども、ノンファンペイロールが、100万人を超えるね、大幅な増加っていう予想がどんどん増えているし、一番強気な予想になってくると125万人とか増えるみたいな、そんな予想もあるんですけれども、ではそういう具合に大幅増になったら素直に金利が上昇するかというところなんですけれども、大幅増になっても金利が上昇せずにですね、逆に金利上昇の限界を確認して下がる可能性も十分ある。このところの、この数ヶ月のアメリカの雇用統計発表のケースでは、タイミングでは、雇用統計発表が終わってから金利は一旦低下に転じるっていうパターンをずっと繰り返していますので、今日もそうなる可能性もあると思いますので、そうであればさっき言ったみたいに金利は上昇に意外とてこずる、その結果ドル高も上げ、ドルも上げ渋る可能性がある。そういう見方がより強まる可能性があると思いますので、その辺を注目して今日の話聞いていただければと思います。では早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。 まずドル円のチャートをご覧いただいています。今年に入ってからのドル円のチャートです。こんな感じでですね、4月に入りましてから一旦108円割れ、107円の半ばぐらいまでですね、ドル反落する場面がありました。で、こんなドル円ですけれども、赤の折れ線グラフ、日米の金利差なんですけれども、これを重ねてみると、今年に入ってからのドル円っていうのは、この金利差と高い相関関係でずっと続いて展開してきているということがよくお分かりいただけると思います。ですから、一旦ドルが108円割れまで反落したのは、金利差はもちろんアメリカの方が高いですから、金利差はドル優位なわけですけれども、ドル優位が縮小してドルも108円割れまで反落するということになったというのが基本なんですけれども、ただそこから足元にかけてはまた109円を上回るまでね、109円を今でも少し上回っていますけれども、109円を上回るところまでドルが反発してきています。ということで、4月に入ってからのドル反落はもう終わったのか、またドル高円安トレンドに戻ってたのかというところがまず一つの焦点になると思うんですけれども、それにしてもなぜ108円割れ、107円台でドル反落がですね、一段落するところになったのか、ドル反落が限定的に終わった理由ということですけれども、いくつかあるんでしょうけれども、一つはこういうことだと思います。今ご覧いただいているのは CFTC 統計のドル円のポジションです。
これはシカゴの統計なんですけれども、ヘッジファンドなんかの取引を反映しているというふうに言われていますので、結構注目されるポジションデータということになるんですけれども、去年の1月からご覧いただいています。棒グラフが上に伸びるとドル買い円売りということになります。そして下に伸びるとドル売り円買いということになるわけですけれども、こうやってご覧いただいて注目していただきたいのは、こんな感じで4月に入ってからはドル買い円売りが高水準でずっと横ばっているのがお分かりいただけると思います。さっきお話したみたいに4月に入ってからはドル円は一旦111円手前から108円割れまで反落したんですけれども、ドルは反落したんですけれども、でもこのポジションデータを見るとドル買い円売りは高水準のままずっと変わらずに続いたということがお分かりいただけると思います。ドルは反落したけれども、ドル買い そのスタンス、ドル買い戦略っていうのはほとんど変わらなかったということもこれで確認いただけるわけですが、ドル買い戦略が変わらなかったから逆に言うとドルの反落も限定的に終わった可能性があるということになると思うんですけれども、それにしてもなぜドル買い戦略が変わらなかったか、108円割れまでドルが反落したにもかかわらずにドル買い戦略が変わらなかったのはなぜか、逆に言うとこのドル買いからドル売りに転換するっていうのはどういう時に起こるのかということなんですけれども、売買が転換する時の目安っていうのは何なのかというのを考えてみたいんですけれども、2020年去年の1月からご覧いただく中で実際にドル買いからドル売りに転換した局面っていうのがあります。例えばここです。こうやって見るんですね。棒グラフがドル買い円売りですから、そのドル買いがどんどん縮小していったっていうのはまさにドル買いからドル売りに転換した局面ということになると思うんですけれども、それは去年の3月初めにありました。去年の3月初めです。逆にですね、ドル売りからドル買いに転換した局面、棒グラフが下に伸びるとドル売りですから、ずっと高水準のドル売りがついたところからですね、ドル買いにだんだん転換していった局面っていうのはここになります。注目される売買転換点、ドル買いからドル売りへの転換、そしてドル売りからドル買いへの転換というのは、こうやって見ると去年の3月初め、そして今年の2月初めだったということがお分かりいただけると思います。では売買が転換した時にはどういう条件があったのかということで、今お話した去年の3月初め、そして今年の2月初めの局面をですね、ドル円の実際のドル円のチャートに重ねてみると、ここが去年の3月初めです。そしてここが今年の2月初めということになります。これを説明できるのは何かというと、こんなチャートを重ねるとお分かりいただけると思います。赤の折れ線グラフは120日移動平均線です。ドル円の過去120日移動平均線、過去120日の平均値のチャートということになりますけれども、こうやって見るとドル買いからドル売りへ、ドル売りからドル買いへ、売買が転換した局面というのは120日線をブレイクするタイミングとほぼ一致していたということがお分かりいただけると思います。具体的に確認してみましょう。今年の2月初めは120日線を超えてきたら、それまでのドル売りからドル買いに転換したということになるわけですね。そして去年の3月初めは120日線を下回ってきたら、それまでのドル買いからドル売りに転換したということになります。こうやって見るとですね、120日線が売買が転換する、売買戦略が転換する一つの目安になってきたということがお分かりいただけると思います。じゃあその120日線今はいくらかというとですね、106円です。こうなると、4月に入ってから一旦ドルが107円台まで反落したけれども、ドル買いスタンスが、ドル買い戦略が全然変わらなくて、ドル買い高水準のドル買いが変わらなかったっていうのもよくわかると思います。つまり106円を上回った水準で推移している限りは売買戦略っていうのは変わらない、ドル買い戦略が変わらなかったのは106円割れまで いかなかったからドル買いが変わらなかったということになると思います。逆に言うとですね、106円割れてくるとドル買いからドル売りに転換する可能性があるので
今のねドル買いトレンド、そしてドル高円安トレンドが変わるかどうかの大きな目安っていうのは、一つには106円と、いうことになると思います。もう一つこんなことも言えると思います。これ、ドル円のチャートを長いチャートで2000年からのドル円のチャートをご覧いただいています。これにですね、こんな赤の折れ線グラフで、今度は52週移動平均線という、52週間って1年間ですから、過去1年間の平均値をチャート化した52週移動平均線を重ねてみました。こうやって見ると、今年は1月末からですね、102円からドルが一旦底を打って大きく上昇して、そして4月にかけて110円を一時大きく超えるまで上昇したわけですけども、その動きっていうのはこの52週移動平均線を大幅に上回る動きだったということがお分かりいただけると思います。こういう具合に52週線をちょっとではなくて大きく上回る、大きくブレイクする動きっていうのは、例えば以前で見るとですね、この局面なんかがそうなわけですけれども、ずっとドル下落トレンドが続いてきて、そこを打って上昇に転じたドル円が赤の折れ線グラフ52周線を大きく上回ってきたのがここですけれども、これは振り返ってみたらどういう意味があったかというと、結果的に一時的なドル高ではなくて、ここから2011年から2015年にかけて、まあ4年ぐらい、3、4年継続的にドル高が展開する、すなわちドル高トレンドの始まりの局面で起こった現象だったというのがお分かりいただけると思います。50日中線というのはこういう具合に参考にできます。つまり本格的に50日中線をブレイクした動きというのは一時的な動きではなくて、トレンド転換の可能性を示しているということになります。こうやって見るとですね、そういう意味で言ったら4月にかけて110円を大きく超えてきた動きっていうのは、52周線を大幅に上回ってきた動きなので、一時的なドル高ではなくて、ドル高トレンドに、継続的なドル高円安の動きに転換したことを示している可能性が高い。ただしドル高トレンドといってもですね、相場ですから一時的にドルが下がる局面というのはあるわけですよね。一時的にの動きっていうのはどういう特徴があるかというのを、このグラフでは2011年から2015年にかけてドル高トレンドが展開したところで一時的な動きの特徴っていうのを見てみたいと思うんですけれども、継続的にドルが上がっていく中で一時的にドルが下がった局面では、例えば一つにはこういったところがあると思うんですけれども、一時的な動きっていうのは今度は52周線でサポートされた形になっていたというのがお分かりいただけると思います。一時的な下落の動きというのは52周線前後までがせいぜいというのが一つの特徴になります。そうであれば今回の場合ももうすでにドル高トレンドが展開しているということであれば、それと逆行する一時的なドル安の動きっていうのは52周線前後までがせいぜいということで、その52周線が106円なので、この観点で見てもですね、今足元でドル高円安トレンドが展開しているんであれば、一時的にそれと逆行してドルが下がっても106円前後までがせいぜいということになりますので、冒頭にお話した通りに下がっても106、7円がせいぜいといったようなのが基本的な見方になると思います。それにしてもドル高トレンドが展開しているとしてにもかかわらず、4月には景気指標の発表なんかはものすごいいい数字が続いたわけですけれども、その割にさっきから言ってるみたいに一旦ドルは111円手前でドル高が一段落すると、一時は108円割れまで反落したわけですよね。4月に発表された主な景気指標っていうのをここにまとめていますけれども、まあこれに限らずにですね、ものすごい予想を上回るいい数字が続いたっていうのが4月以降の景気指標発表の一つの特徴ということになると思います。今夜は間もなく9時半になると、
アメリカの雇用統計が発表されますけれども、前回先月の雇用統計の発表もですね、注目された NFP のファンペイロール、要するに雇用増加数ですけれども、予想の66万人に対して91万人増ですから、大幅に予想を上回るっていう、まあ、そういうのポジティブサプライズと言いますけれども、そういう結果でした。ただ振り返ってみると、先月の雇用統計の発表というのは4月の2日だったんですけれども、この前後でまさにドルは高値をつけて、その後は反落という具合になっているわけですね。これだけのポジティブサプライズだったんだけれども、ドルはさらに上がっていったわけではなくて、むしろ上昇が一回行き詰まってですね、反落に転じるという具合になった。この雇用統計以外でも、ここに挙げているのは、まあ、代表的な景気指標ばっかりですけれども、いずれもポジティブサプライズというふうになりましたけれども、それにもかかわらずにドルが反落という具合になったのはなぜか、まあ、そのドル以上にですね、本来であればアメリカの景気指標が絶好調であれば、普通に考えて金利が上がりそうですけれども、その金利がですね、絶好調の景気指標を尻目に頭打ちになって低下に転じたということの方がよっぽどなぜかということで疑問として考える必要があるものだと思います。今ご覧いただいているのは、今年に入ってからのアメリカの金利、その中でも長期金利の指標銘柄になります10年債利回りのチャートをご覧いただいています。こうやってご覧いただくとですね、急ピッチで4月にかけてアメリカの金利は上昇してきたんですけれども、4月に入ってから、さっき言ったみたいにものすごい景気指標のいい結果が、予想を上回る結果が相次ぐついたことを尻目に、金利は逆に頭打ちで低下にこう転じたというふうになりました。で、金利が低下に転じるとですね、アメリカの金利が低下にすると転じるとドルも下がりやすいっていうのは、まあ、分かりやすいことだと思います。問題はなぜ景気指標がすごくいいにもかかわらずに、アメリカの景気が絶好調であるにもかかわらずに金利が低下に転じたかということなわけでしょうけれども、これについて、まあ、このセミナーなんかでも、レポート、僕のレポートでも、いろんなメディアとかにも出ている中でも、ずっと僕が説明しているのはこのチャートを使った説明になります。今ご覧いただいているのはアメリカの10年債利回りの90日移動平均線からの乖離率のグラフになります。90日ですから、まあ、過去3ヶ月ですよね。過去3ヶ月の平均値からどう乖離したかと、アメリカの金利がどう乖離したかというのを見たグラフになりますけれども、こうやってご覧いただくと、まあ、上に伸びると上がりすぎということになります。で、下に伸びると下がりすぎということになりますけれども、アメリカの金利10年債利回りが 1.7% を大きく超えた4月の初めの頃にはですね、この乖離率がこんな感じになってたわけですね。つまり90日線を5割以上も上回るという、これは2010年以降でご覧いただいていますけれども、それ以前に遡っても90日線を5割以上上回ったというのは今回が初めてです。ですから、このグラフを見ると、 1.7% を大きく上回った段階でアメリカの金利は空前の上がりすぎだったということがよくお分かりいただけると思います。上がりすぎだったから景気指標がすごく良くても、景気が絶好調でも、さらに上がるのには限界があって、むしろ行き過ぎの修正が入って下がってきた、絶好調の景気を尻目に金利が下がってきたのは、これで見ると理解しやすいんじゃないかなと思います。では、これで見るとですね、さすがにこの間アメリカの金利が、低下傾向が続く中で、上がりすぎもかなり修正是正されてきたことがお分かりいただけると思うんですけれども、是正されてきたことによって金利はまた上昇が再燃するのかどうかというのが次のポイントになると思うんですけれども、特に今日はこのあと NFP が発表されますけれども、最初の方でも言った通り、一部にはノンファームペイロールが100万人以上大幅に増加するとか、120万人以上増加するとかみたいな、すごい強気の予想もあるんですけども、そういう数字が出たら上がりすぎもかなり是正されてきたことですから、
金利の上昇が再燃するかどうかというところが一つのポイントになるわけですけれども、それを考える上で今回と同じように90日線から大きく乖離した動き、つまり90日線から見て大幅に行き過ぎた動きが一巡した後はどういう展開をたどっていたかというのを念のために調べてみたいと思います。この中で、今回のように90日線を 50% 以上上回ったというのはないんですけれども、90日線をプラスマイナス 30% 以上乖離した動きというのをチェックしてみたいと思います。具体的にはこの7回になります。2010年以降で見ると90日線をプラスマイナス 30% 以上乖離した動きというのはこの7回になるんですけれども、この7回では行き過ぎの動きが一巡した後はその後どんな展開をたどったかというのを見てみたいと思います。この7回ですね、今度は2010年以降のアメリカの10年債利回りと90日線を重ねたグラフをご覧いただいています。この中でさっきご覧いただいた7回のうち、例えばこの3回は行き過ぎの一巡がですね、そのまんまトレンドの一巡、つまりトレンド上昇トレンドだったら天井を打つ、そして下落トレンドだったら底を打つというタイミングとほぼほぼ一致したケースになりました。例えばこうやってご覧いただくんです。2010年の12月の場合はここで行き過ぎた動きが一段落するわけですけれども、それは振り返ってみると金利上昇トレンドがほぼほぼ終わって天井を打って低下に転じるタイミングでもあったんですね。この時も同じです。2016年の12月この時にも金利上昇トレンドがついてきましたけれども、行き過ぎた動きが一巡するとそれは同時に金利が天井を打つタイミングでもあったということなんですね。で、2020年の3月は今回と方向逆です。金利が思いっきり下がってきたんですけれども、行き過ぎた動きが一巡するとですね、それは金利が底を打つタイミングともほとんど一致したということになります。今回もこれらと同様に行き過ぎの一巡がそもそもトレンドの終わりと一致するということであれば、金利の上昇はもう4月初めの 1.7% を超えたところで終わって、また金利低下トレンドに転換した可能性もあるんですかという話になるわけですね。ただ、さっき僕は90日線からの乖離率がプラスマイナス 30% 以上に拡大したケースとして7回あるという話をしましたけれども、その中のざっくり半分はですね、行き過ぎの一瞬がトレンドの終わりでもあったということなんですけれども、残りの半分はですね、今度はだいたいその行き過ぎの修正で一時的に逆方向に動いただけで、またトレンドが再開していったというケースです。例えば2011年の9月とか2019年の8月なんかがそういうケースです。こうやって見るんですね。2011年の9月というのはずっと金利が下がってきて、行き過ぎが一巡して一旦逆方向に動くんだけれども、まもなくまた金利低下が再燃するとですね、この9月につけた安値を更新していくわけですね。ですからこれはあくまでも一時的な動きだったということになると思うんですけれども、2019年の8月も同じです。金利が大きく下がってきて一旦行き過ぎが一巡して逆方向に動くんだけれども、また金利低下が再燃するとですね、この安値を更新してくるという具合になってきているわけですけれども、ただ注目していただきたいのは、例えば2011年の9月でもここで一旦つけた安値を少ししてからまた更新するんですけれども、更新するまではこのグラフでは分かりづらいですけれども、結構やっぱり長い時間がかかってるんですね。そしてもう一つ、2019年のケースでもここでつけた安値を更新するためには両方ともやっぱり半年以上でかかってるんですね。ここから考えられるのは、以上のところから考えられるのは、90日線をプラスマイナス 30% 以上という具合に大きく乖離した行き過ぎた動きが一巡した後っていうのは、そもそも相場のトレンドが終わることもあるし、半分ぐらいはそうだったし、そして一時的な行き過ぎの動きが一時的な調整に過ぎないということであっても、調整が一巡するのは例えば1ヶ月とか2ヶ月という具合にあっという間に一巡するものではなくて、
調整一巡までに半年とかそれ以上とかっていう具合にかなりやっぱり長い時間がかかっていたということになると思います。これを参考にすると、今回の場合も仮に4月の初めにつけた 1.75% とか 1.76% ぐらいまで10年債利回りは上昇して、それが今のところの高値なわけですけれども、その高値を半年以上先に更新していくということになると、4月から半年以上ですから、まあ10月以降みたいな感じで、金利上昇、金利急騰の再燃は秋以降という具合に結構やっぱり先になる可能性があるということになると思います。もう一つ、こういう観点からも僕は結構僕はまだ金利上昇は終わってないと思って、また行き過ぎの調整が終わった後には金利上昇が再燃して、4月につけた10年債利回りでいうと 1.75% という高値を上回っていくと思うんですけれども、でもそれは結構先になるんじゃないか、手こずるんじゃないかなと思ってるんですが、そう思っているもう一つの理由っていうのはこのグラフになります。今ご覧いただいている黒の折れ線グラフがアメリカの金利です。ただ10年債利回りからですね、インフレ率を引いた実質金利という具合にしています。実質金利にして、それにこんな赤の折れ線グラフを重ねると、両者はかなり重なり合ってこう推移してきたというのがお分かりいただけると思います。赤の折れ線グラフは ISM 製造業景況指数というアメリカの代表的な景気指標ということになるわけですけれども、こんなふうに金利と代表的な景気指標、景気はですね、かなりやっぱり相関性が高いというのがお分かりいただけると思います。ここから意味することは、金利はまさに本当に景気で決まるという具合になってきたわけですね。そんな関係からするとですね、今金利が急騰してきたのは、アメリカの景況感の急回復をキャッチアップする形で金利が急騰してきたということがお分かりいただけると思います。で、両者の相関関係からするとですね、金利の上昇はまだ続いて、さらにもっともっとその上がっていく可能性があるということになるんですけれども、ただこれは2010年からの過去10年余りのところを見るとそういう話になるんですけれども、もっと長いスパンで両者の関係を見てみるとですね、少しイメージが変わってきます。今ご覧いただいているのは2010年以降、これをですね2002年以降ということで、さらに10年ぐらい昔に遡ってみるとこうなります。赤の折れ線グラフが ISM の製造業景況指数、そして黒の折れ線グラフがアメリカの実質金利ということで、金利ということになるわけですけれども、これを見ると途中から金利には段差が生じているのがお分かりいただけると思います。ですから2002年から、2010年2011年ぐらいまでの金利と景気の関係を前提にすると、その後は説明できなくなる。つまり景況感の回復は金利の水準を必ずしも正確に示唆するものではないというふうに言えると思います。ただ一方で両者の相関関係っていうのは、水準がずれてもこんな具合に転換のタイミングはほぼほぼ一致してきたということがお分かりいただけると思います。以上から考えられるのは、この、ISM 指数っていう景気がその金利に対して与える示唆というのは、水準よりもむしろその転換のタイミングということなんじゃないかなと、そっちの方がより重要な示唆になっているんじゃないかなということだと思います。さて、ではこの ISM 指数が赤の折れ線グラフですが、これが一段と上昇していく、景況感がさらに回復していくということになれば、金利ももっともっと上がっていくということになるんでしょうけれども、ご存知の方多いかもしれませんけれども、今週の月曜日に5月3日に新しい ISM 製造業景況指数が発表されましたけれども、これは予想に反して低下することになりました。
こうやって見てもお分かりの通り、すでにもう先月の段階で ISM 指数は記録的な高水準まで上昇してきているので、今回の場合もそれを受けてやっぱり景況感の急改善が一服ついたという具合に考えるのが自然だと思うんですけれども、今までお話してきたように金利と景気の関係は、金利の水準のへの示唆よりも、転換のタイミングの方により高い示唆があるというふうに考えるならば、 ISM 指数のに基づく景況感の改善がピークアウトしたんであれば、金利上昇も一旦ピークアウトしている可能性が高いんじゃないかなという具合に僕は思います。以上から考えられるのは、最近の為替はドル円なんかがまさにそうですけれども、アメリカの金利次第という具合になっているわけですけれども、そのアメリカの金利は急騰が一服して、4月以降急騰一服、急上昇一服ってなってますけれども、急騰が再燃するまでには結構やっぱり半年以上のように時間がかかる可能性がある。そうすると金利の上昇が遅くなるんだであればですね、ドル円の上昇、この間の高値を更新していくのも少し時間がかかる可能性があるんじゃないかな。ドル円は上昇トレンドが続いていると思いますけれども、ですから下がってもせいぜい106、7円までがせいぜいということだと思いますけれども、一方で高値更新して111円を、ね、上回っていくのも少し先になる。しばらくはアメリカの金利もドルも上げしぶる可能性があるんじゃないかなという具合に思っています。これいつも使うグラフですけれども、せっかくですから今日はざっくり再確認してみたいと思うんですけれども、為替相場っていうのは長期トレンドで見ると購買力変化で決まるものです。ただ購買力変化との関係っていうのは時間を得るにあたって一定ではないので、今3本の購買力変化を重ねましたけれども、1990年代ぐらいまではドル円は下がると、この黄色で示している輸出物価の購買力変化のところまで下がり、そして上がると赤の折れ線グラフ、生産者物価の購買力変化まで上がるっていう、下がると黄色、上がると赤みたいな、こういう黄色と赤の間を上がったり下がったりしたんですけれども、2000年を過ぎてくると、今の2010年以降になってくると、下がってももう黄色まで下がらなくって、上がると赤を大きく超えて青まで上がるみたいな感じで、安定圏がドル円の安定水準がそれまでの黄色赤から赤緑に変わり始めている。これはおそらく中長期の日米の経済構造の変化を表した安定レンジの推移ということだと思いますけれども、そうであれば今赤青を中心として動くということであれば、95円120円が中心ということになると思いますので、僕は今回の場合もドル高円安トレンドが展開しているんであれば、このまま続くんであれば基本的には120円を目指す動きになっていくんだろうなというふうには思っていますけれども、それを道先案内するアメリカの金利の上昇が予想以上に手こずる可能性があるとすると、この間の高値を超えて111円を超えていくのも夏以降秋以降みたいな感じで少し先になる可能性があるんじゃないかなという具合に考えています。ここまでドル円の話をしましたけれども、ここからはドル円以外の通貨についてお話してみたいと思います。今日はいつもはユーロと豪ドル中心にドルストレートの話をしてますけれども、後でクロス円の話も、そして新興国通貨についても確認したいと思いますので、少し幅広でご説明したいと思います。今ご覧いただいているのはユーロドルの推移です。今年に入ってからのユーロドルの推移です。ご覧の通りユーロドルは4月にかけて一旦 1.17 ドルぐらいまでこう下がるんですけれども、その後は4月以降は反発に転じて、足元でも 1.2 ドルの大台を上回るところまでユーロは反発という具合になっています。なぜここまで4月以降ユーロが反発してきたのか、これを比較的うまく説明できるのはこの赤の折れ線グラフです。赤の折れ線グラフは金利差です。ドイツとアメリカの10年債利回り差ということになります。
さっきご覧いただいたドル円ほどは綺麗ではないですけれども、それにしても一定の相関関係がこう続いてきているというふうには言えると思います。これを見る限りは、4月以降ユーロが反発に転じてこの 1.2 ドルを超えてきた動きというのは、金利差のユーロ劣位が縮小してきたからということになると思います。さっきのドル円で見たものだけではなくて、後でも言いますけれども、最近の為替相場はことごとくやっぱり金利差との相関性が高くなっているということで、ユーロドルもその例外ではないということになります。今年のユーロドル、おおむね金利差と連動しているということですけれども、ただですね、ずっとそうかというと実はそういうことではなくって、これは今年に入ってからのユーロドルと金利差の関係を見たものですけれども、もう少しユーロドルを遡ってみて、去年2020年の1月からのユーロドルのチャートをご覧いただいて、これに金利差を重ねるとこんな感じになります。つまり今ご覧いただいたように、ユーロドルと金利差が重なり合って推移するようになったのは、去年の暮れとか今年に入ってからの現象であって、それ以前は両者には全く相関関係はなかったというか、全く別々に動いていたというのがお分かりいただけると思います。今はユーロドルを決めるのは金利差です。でも去年までは違ったんですね。じゃあ去年金利差で説明できなかったユーロドルの動きを、同じように去年の1月からのユーロドルのチャートをご覧いただいていますけれども、これにこんな緑の列線グラフを重ねると、去年の4月コロナショックが終わってから今年に入るまでのところをユーロドルを説明できたのは、緑の列線グラフ、アメリカの株ニューヨークダウだということがお分かりいただけると思います。つまりコロナ後はユーロの動きは株と連動する形で展開してきたんですね。で、それがですね、今年に入ったところから株との相関性が大きく崩れて、そしてユーロは金利差と連動するようになったということがお分かりいただけると思います。去年の感覚でユーロドルを見ておくと、なかなか先読みが難しいと思います。去年はユーロドルは株で説明できたけれども、今年に入ってからは金利差と連動するようになったというところが一つのポイントになります。で、今僕はずっと金利差と言ってますけれども、金利差と言ってますけれども、その主役は何かということを、ユーロドルの金利差というのは普通はドイツの金利とアメリカの金利の差で見るんですけれども、今年に入ってからのドイツの10年債利回り、ドイツの10年債利回りの推移をご覧いただいています。こんな感じで緩やかに上昇トレンドが続いてきたということが言えると思います。緩やかに上昇トレンドが続いて、最大の上昇幅はプラス 0.4% 程度ということです。一方アメリカの10年債利回りはどうかというと、こんな感じで、こちらの方面はやはり緩やかな上昇トレンドが続いて、4月以降はさっき説明したみたいにむしろ頭打ち感が強くなっていますけれども、同じようにやはりこの辺が結構重要なんですけれども、このグローバリゼーションの時代ですから、先進国の金利っていうのはトレンドはほとんどやっぱり一致します。アメリカの金利が上昇しているのにドイツの金利はどんどん下がっていくっていうことが継続的に起こるケースっていうのはすごく珍しいです。アメリカの金利が上昇している時にはドイツの金利も上昇するっていうのが基本です。ただボラティリティ、その程度が違うわけですね。今ご覧いただいたようにドイツの金利は上昇トレンドが続いて、最大の上昇幅はプラス 0.4% なんですけれども、アメリカの方はプラス 0.8% です。要するに今年に入ってからの最大上昇幅はアメリカのそれがドイツの倍という具合になっているわけですね。こうやって見ると金利差といっても、基本的には主役はアメリカだと、アメリカの金利の動きで金利差が決まっているということがお分かりいただけると思います。そうであればユーロは金利差で決まるという話をさっき見てきましたけれども、さらにそれを突き詰めるとユーロの行方はアメリカの金利次第ということになると思います。そのアメリカの金利がどうかということをさっき結構時間を使って確認してきました。
今のアメリカの金利は4月に入ってからは頭打ち感が強まって、景気指標の絶好調を尻目に低下傾向が続いてきたわけですけれども、その理由は上がりすぎ感が、ね、強くなっていたことだと思うという話を僕はしましたけれども、そして今回と比較的近い形で上がりすぎになったケース、行き過ぎた動きになったケースのその後を見てみると、しばらくはやっぱりトレンドが再開するのにも時間がかかるし、トレンド自体が終わったこともあったし、で今回の場合もそれを参考にするならば、アメリカの金利上昇っていうのはもう終わった可能性もあるし、上昇が再燃するにしても結構やっぱり先時間がかかると可能性があるという話をしました。ユーロはアメリカのユーロドルはアメリカの金利で決まる、そのアメリカの金利がしばらくは上げしぶる状況が続くということになってくると、ユーロ安ドル高もですね、そんなに進まない、金利上昇に伴うアメリカの金利上昇に伴うドル高ユーロ安の再開っていうのもしばらくはやっぱりないんじゃないのかなと。むしろ金利上昇、アメリカの金利上昇再燃が遅いんだったら、当面はユーロ高ドル安傾向がね続く可能性があるんじゃないかなという具合に思います。こんな観点でも一つ頭に留めておく必要があると思うんですけれども、2000年からのユーロドルということで、ちょっと長めのユーロドルのチャートをご覧いただいて、それにさっきドル円でもご覧いただいた52週移動平均線を重ねたのがこのグラフになります。こうやって見るとですね、ユーロドルの52週線というのは 1.17 ドル程度なので、足元 1.17 ドル程度なので、4月にかけてアメリカの金利が急騰して、それにつれてユーロ安ドル高が展開した中でも52週線は割り込まずに終わっているということが確認いただけると思います。これはドル円との大きな違いです。4月にかけてアメリカの金利上昇につれてドル高ユーロ安が大きく進んでも52週線は結局割り込まずに終わったということで、ドル円の場合はさっきご説明した通り、4月にかけてアメリカの金利が上昇してドル高円安が大きく進むと52週線を大きくブレイクしてきたわけですね。こういう動きは経験的に言うと一時的なドル高ではなくて、そもそもドル高への基調転換が起こった可能性が高いことを示しているという話をしましたけれども、要するにこれまでのところはドル円はドル高円安に基調転換した可能性が高いけれども、ユーロドルで見るとまだユーロ高ドル安の基調転換が確認されない状況が続いているというふうに言えると思います。この観点で見てもやはりアメリカの金利の上昇が再燃しない限りはドル高ユーロ安には進みにくい状況がやっぱりしばらく続くんじゃないかなという具合に思っています。同じようなことを構図全く同じなんですけれども、今度は豪ドル米ドルで豪ドルについて確認してみたいと思います。今年に入ってからの豪ドル米ドルの推移です。それに金利差を重ねるとこちらの方もかなりやっぱり金利差と重ね合った展開が続いてきているのがお分かりいただけると思います。こうやって見ると豪ドル米ドルも金利差次第という状況になっているわけですね。ただそれはずっと続いてきたことではなくて今年に入ってからの現象であり、さっきのユーロドルと同様に2020年の1月まで豪ドル米ドルを遡って見て見ると、そしてそれに金利差を重ねると今年に入ってから豪ドル米ドルも金利差との連動性が強くなっていますけれども、昨年までは去年までは金利差とはほとんど無関係の状況が続いた。今年になってから豪ドル米ドルも金利差を注目してね動くように、金利差次第とアメリカの金利次第という状況になってきているということだと思います。今度はさっきのユーロドル同様に52週線との関係を見てみたいと思います。豪ドル米ドルに52週線を重ねてみると4月にかけてやはり豪ドル米ドルもアメリカの金利上昇につれてドル高が大きく進むんですが、
5ドル安ドル高が進むんですけれども、それでもやっぱりこちらの方は52週線に遠く届かない形で5ドル安ドル高は一巡していることがお分かりいただけると思います。つまりさっきのユーロドルとその前に見たドル円と比べるとですね、5ドル米ドルはユーロドル同様に依然としてこれまでのところドル安トレンドからドル高トレンドへの転換が確認されない状況が続いている。ドル円だけドル高円安へのトレンド転換が確認された状況になっているということですから、ユーロドルと同様に5ドル米ドルの場合もアメリカの金利上昇が再燃するまでは、ドル高5ドル安というのは進みあぐねる転換が続くと可能性が高いんじゃないかなという具合に思います。今までドル円について、そしてユーロドル5ドル米ドルっていうドルストレートについてご覧いただいてきましたけれども、全てに共通するのは今年に入ってからは金利差との相関性が非常に高いと、金利差次第の転換が続いているということです。でそれは実はクロス円についても同じ構図と言えますので、いくつかのクロス円の通貨ペアについて確認してみたいと思います。今年に入ってからの5ドル円です。それにこんな具合に金利差を重ねると、こちらの方もやっぱり金利差と重ね合う状況が続いてきているというのがお分かりいただけると思います。今度はポンド円をご覧いただいています。ポンドは例えばスコットランド の, 独立のね、機運が高まるかもしれないっていうことが目先注目材料の一つになってきていますけれども、ただこのポンド円を、今年に入ってからのポンド円を説明できるのはやっぱり金利差なんですね。これなんかでもすごく金利差との相関性の高い状況が続いているのがお分かりいただけると思います。そしてその中で金利差っていうのは4月ぐらいからは横ばいが続いているので、一進一退が続いているので、さっきの5ドル円もそうだったんですけども、ポンド円もですね高値横ばいのような状況が続いているということになりますけれども、なぜそもそもやっぱり金利差が4月以降横ばいになってきているかっていうと、そもそもイギリスの金利も、そしてオーストラリアの金利も、やはりアメリカの金利の影響をすごく大きく受けるので、アメリカの金利が4月以降頭打ち感が強くなってくると、イギリスもオーストラリアも金利上昇が一服してボラティリティが下がる。そうすると金利差の動きもですね、こういう具合に一進一退になる。その結果クロス円も横ばいが続くということだと思います。こういう状況って僕はもうしばらく続く可能性があるんじゃないかなという具合に思っています。ここまでドル円、そしてドルストレート、クロス円ということを説明してきましたけれども、残りの時間で今度は新興国通貨のをいくつかピックアップしてですね、ご説明したいと思います。まずは南アフリカランド円についてです。南アフリカランドについてということになりますけれども、今までご覧いただいてきたものと比べるとですね、時間軸が結構変わってきているので誤解ないように、これ2010年からの長い過去10年間のランド円のチャートを今ご覧いただいています。これが2020年、去年からのランド円ということになりますけれども、これで確認していただきたいのは、ランド円はこのところ上昇傾向が続いて、去年以降の2020年以降のほぼ高値のところまでもう戻ってきた。でコロナショック以前の水準を回復してきたと、回復するところまでランド円が上昇してきているということがお分かりいただけると思います。基本は新興国通貨というのは、リスク資産に位置づけられますので、株高リスクオンの局面では、リスク先行局面では新興国通貨も先行されやすい、買いやすいということがあります。ですからこうやってランド円がコロナ前の水準まで上昇してきたのは、株高リスクオンが続いているからということになります。ただですね、結構やっぱり重要な分岐点に差し掛かってきている可能性があるので、こんなランド円の2010年以降のチャートにですね、こういうチャートを重ねると、赤の折れ線グラフは5年移動平均線というやつです。過去5年間の平均値をチャート化したものですけれども、ここまでランド円が上昇してきて
今足元で 7.6 円の5年線のところまで上がってきているというのがお分かりいただけると思います。ちなみに2010年以降で見るとこんなふうに5年線っていうのはランド円のほぼ上限になってきています。ランド円は上がっても5年線を超えられないで終わるというプライスパターンがですね2010年以降は過去10年以上続いてきているということになるわけですね。この10年余りのプライスパターンからするとランド円は今ほとんどもう上限のところまで上がってきているという話になります。こんなチャートにしてみるともっと分かりやすいと思いますので今度はランド円を5年移動平均線からの乖離率で見てみます。2010年以降です。5年線からの乖離率で見るとこんなレンジをランド円は上下動してきているというのがお分かりいただけます。5年線が上下になってきたので乖離率で見ると5年線からの乖離率がプラスマイナス 0% のところが上限でそして5年線を3割近く下回ったところが下限というところで上下動がついてきたというのがお分かりいただけると思います。そして今はこんな感じですからまさにこの2010年以降のプライスパターンからするとですね上限のところまで上がってきているということになりますので、ランド円がさらに上がるか下がるかっていうのは重大なやっぱり分岐点のところに来てるんだろうなというふうに思います。そんなランド円さっき言ったみたいに新興国通貨っていうのは基本的にリスク資産ですからここまで過去10年余りの上限のところまでランド円が上がってきている最大の背景は株高に伴うリスクオンということになります。この株高一部にはバブルじゃないかという議論もありますけれどもそんな株高リスクオンを横にらみしながら中長期的なですね高値警戒圏まで上がってきているというのが今のランド円の状況ということになると思います。これは、マネックス証券でもう一つ扱っている新興国通貨メキシコペソについてもほぼ同様です。2006年以降のメキシコペソ円をご覧いただいています。それに5年移動平均線を重ねるとこちらの方はランド円と違ってこの2010年代の半ばには5年線を大きく長く余る時期もあったんですけれどもそれを除くとやっぱり5年線というのはほぼメキシコペソにとっても上限という状況が続いてきたのがお分かりいただけると思います。乖離率にしてみても同じです。この局面だけ5年線を大きく上回った状況が続きましたけれどもそれ以外はだいたい5年線が上限そして5年線を3割下回った水準が下限といったところで上下動という具合になってきたのがお分かりいただけると思います。そして今はまさにその上限に近いところを推移しているということになるんですね。高金利通貨投資の考え方ということをせっかくですから再確認してみたいと思います。高金利通貨っていうのは、高い金利が魅力ですから金利収入期待で長期保有するものなのかというところはありますけれども高い金利っていうのは基本的にはやっぱり国内インフレつまり物価高を反映しているものですから物価高つまり、物の価値が高くなることは相対的には通貨価値が低下するということになるのでインフレ通貨である高金利通貨っていうのは先進国通貨以上に中長期的には通貨価値が下落してくるというところが大きな特徴の一つということになると思います。そういうつもりでもう一度例えばこういうメキシコペソ円とかランド円をご覧いただいても例えばランド円は2010年にはこのチャートでご覧いただいてもですね13円とかまで13円近くまで上がってたわけですね。それが今ではもう上がってもこうやって7円とか6円がせいぜいみたいな ところにつまり高値がですね中長期的にどんどんこう切り下がって今に至っているというのがお分かりいただけると思います。それはもう一つご覧いただいたメキシコペソでも同様です。メキシコペソは2006年、このチャートでは2006年までカバーしていますけれども2006年、2010年以前には10円以上の水準だったわけですね。ところがその後はどんどんやっぱり、
高値が切り下がる形になって、今では上がってもこうやって5、6円がせいぜいみたいな感じになってきている。これが中長期新興国通貨の大きな特徴ということになります。ドル円の場合は10年前に今の水準の倍ぐらいの、ね、値段をつけてたなんてことはないわけですよね。ですから先進国通貨っていうのは基本はある程度一定の値幅のところを上下動するということですけれども、同じ上下動する中でも新興国通貨っていうのは高値がどん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 こうやって時間をかけて切り下がってくるというところが特徴ですので、今のようにそういう中長期の上限に近いところまで上がってきた状態っていうのは新たに買いを考える上では慎重にね判断する必要性が高くなってきているということだと思いますので、ご参考にしていただければと思います。ということで、あと3分ぐらいですか、なもんですかね、3分ぐらいで雇用統計の発表ということになりますけれども、雇用統計の予想ですけれども、失業率の不安ペイロール、失業率は、先月の 6% からまた一段と低下して 5.8% まで一段と改善するという予想が基本のようです。ノンファンペイロールは、先月のこの90、1万人というのが先月の場合でも事前予想を大幅に上回るというポジティブサプライズでしたけれども、それをさらに上回るという予想 でどん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 あれですね、今日に近づく中で予想の情報修正が広がっていって、ここでは事前予想は 99.8 万人って約100万人弱みたいになっていますけれども、途中でもお話した通り一般の予想を見てるとですね、100万人以上の予想っていうのもどんどん増えていますよね。そして僕が見てる中で一番強気の予想っていうのは125万人増とかそんなのもありますので、どん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 予想も情報修正して、今日も大幅な増加になるという見方が増えていますけれども、ではそれを受けて予想以上に増加した場合に一段と金利が上昇したりとかドルが上昇するということになるのかどうか、途中でも言いましたけれども、今年に入ってから今年1月2月3月4月って今年4回の雇用統計発表のタイミングっていうのはアメリカの金利にその発表のタイミングを重ねるとですね、サイクルトップとほぼ一致しています。金利が上昇が続くけれども雇用統計の後からは一旦低下に転じるっていう金利のサイクルトップのタイミングとほぼほぼ一致した状況が続いています。そうであれば今回の場合も雇用統計の結果来週にかけてですね、金利は雇用統計の結果がどうであろうと低下に向かうという可能性があるのかもしれませんけれども、今回の場合はそもそも、雇用統計発表前から先月の後半から金利はまたこう低下傾向になっているので、サイクルトップのねこのプライスパターンというのも少し変わり始めている可能性はありますけれども、その辺がポイントになると思います。予想通りにいい雇用統計が出ても金利上昇ドル高をもたらすのかどうか、そうではなくて金利上昇の限界を確認して金利が低下に転じる可能性もあるということを頭に入れてですね、結果発表をお待ちいただきたいと思います。少しお待ちください。で、前回の 6% からさらに 0.1 ポイント失業率が上昇する、つまり悪化するという形になっていますので、ノンファンペイロールも失業率もともに予想よりも悪い結果ということで、ネガティブサプライズの結果という具合になりました。で、これを受けてマーケットの動きということになりますけれども、ちょっとお待ちくださいね。やっぱり急落という具合になってますね。はい、ドル円ネガティブサプライズの結果を受けて急落と
という具合になっています。一時108円の70銭ぐらいまでの急落という具合になっています。今度はユーロドルを見てみましょう。はい、こちらの方はユーロ高ドル安ということで、ドル円同様にこちらの方もまずはドル急落の展開という具合になっています。何度も言いますけれども、今日の雇用統計はどっちかというとポジティブサプライズの方に注目されていたので、予想を大幅に上回る可能性すらあるという見方が多かった中で、逆に予想を大きく下回る結果という具合になりましたので、まずはやっぱりドル売りから入るということなんでしょうね。はい、金利の動きなんかもちょっと見てみたいところですよね。今日何度も言ったみたいに、そもそもポジティブサプライズ、今週はこの雇用統計発表が近づく中でもどんどん NFP の予想値なんかは情報修正が広がっていったんですけども、それを尻目に金利は上げ渋る展開が続いていたので、いかにも雇用統計の結果にかかわらずにやっぱり金利は下がりやすいなと、上がりにくいっていう感じがあったんですけども、そこに素直にこう、悪い結果が出たわけですから、金利がどれだけ下がるかっていうのもね、一つやっぱり注目されるところになると思います。5ドル米ドルも見てみたいと思います。はい、こちらの方もしっかりとドル安5ドル高に触れる形で 0.78 ドルを一時上回る動きという具合になっています。ドル円もう一回見てみたいと思います。はい、ドル円は一時は108円の、60銭ぐらいまで下がるという具合になったんですけれども、そこからは一旦買い戻しも入っているようですけれども、この辺は下がった時でも上がった時でも結構素直にその大台109円ちょうどとか、そしてこの今だったら108円の半ばとか、そういう比較的切りのいいところでサポートレジスタンスになって止まるというのがこのところ続いていますので、まずは足元108円の50銭をね割れるかどうかというところが焦点になると思いますけれども、このあと、アメリカ市場がオープンしてですね、特にやっぱり金利がどういうふうな動きになるのか、金利がどこまで下がるのかというところが大きな手がかりになると思いますし、金利低下を受けてドル円108円の50銭を割り込むかどうかというところが一つのポイントになるんだろうなと思います。黒線のところを見てみましょうね。今日は最後のところで新興国通貨についていくつかお話しましたけれども、例えばランド円について見てみましょう。こちらの方もこっちは一旦は下がったんですけれども、その後買い戻しが入るということで、綱引きになっていますね。おそらく今の段階だと株先なんかがニューヨークダウ先とかそんなのがですね、それほど下がってないんじゃないのかなっていうような気がするんですけれども、新興国通貨は今日何度も言ったみたいに基本はリスクオンかリスクオフでこう動きますので、株安、このネガティブサプライズの結果を受けて株安リスクオフになるようだったら新興国通貨も下がっていくと思いますけれども、金利低下を受けて交換する形で株が高が続くようだったらランド円なんかもね、それほど下がらないということになるんでしょうし、このところ上昇傾向が目立っている、メキシコペソについて見てみましょう。こっちの方なんかあれですもんね、高値更新してきてますもんね。これちょっと短い5分足で見てもね、15分足で見ても高値更新してきてますので、今のところおそらく株先なんかはそれほど株が下がってないでしょうね。むしろ金利低下を交換する形で株が上がったりとかっていうふうになってるみたいですので、メキシコペソにしてもランド円についても繰り返しになりますけれども、株の動きを見ながらの売買ということになると思います。
もう一度ドル円について見てみたいと思います。ドル円、あ、これはまあ15分足から、まだ下値模索ですね。さっき言った108円の50銭の、水準に近づいてきてますので、4月にドル円が107円の50銭まで下がるところでも、常に109円、108円の50銭、108円ちょうどみたいな、切りのいい水準で一旦は止まって、しばらく揉んで、そこをブレイクしてみたいな状況で、上がってくるときもあまり変わらないんですけれども、このところのドル円の場合は、そういう切りのいい水準のところで、一旦止まるというところがありますから、まずは目先は、今日のネガティブサプライズの NFP を受けて、金利低下を見ながら、108円の50銭を下回るかどうかというところがポイントになると思います。一方でもう一度ユーロドルを見てみたいと思いますけれども、こっちの方は 1.21 ドルをしっかり上回ってきた形になっています。ちなみに日足でご覧いただくと、この間の高値をしっかり上回り始めているわけですね。一旦ちょっと前にゴールデンウィーク前かな、1.21 ドルを超えたところがありましたけれども、そのこの間の高値をの更新をトライするような動きになっているということだと思います。今日途中で言ったみたいに、ユーロドルとか5ドル米ドルとかっていうのは、実はドル円とは違って、まだユーロ高ドル安トレンドが継続している可能性があるので、金利の動向次第ではもっとユーロの高値を模索していく可能性、場合によってはこの間の高値、ユーロドルの場合は 1.23 ドルだと思いますけれども、でまた5ドル米ドルだったら 0.8 ドルだと思いますけれども、その更新トライに、ね、向かう可能性っていうのもアメリカの金利の動きを睨みながらあり得るものだということだと思いますので、ご参考にしていただければと思います。最後にもう一度ドル円をご覧いただいて、一旦さすがに108円の50銭というこの間のサポート水準のところでね、足踏みという具合になってきてますけれども、繰り返しになりますけれども、今日のニューヨーク市場でアメリカの金利の動きがどうなるのか、その辺を睨みながら、目先はドルの下値を模索ということになると思います。ということで、月例の雇用統計セミナー、やってきました。少しでも参考にしていただければ幸いです。で、この後の値動きのフォローについては、ウィークリー動画を、為替ウィークリーセミナーを毎週月曜日に更新する形でやっておりますので、そちらの方でフォローしていきたいと思いますので、参考にしていただければと思います。ご清聴いただきありがとうございました。ではこれで失礼します。